こ盛り祭。これね、こういう感じの、ちょっと見づらいけど、てんこ盛りなんだよ。そのまんま。今日は金曜日です。イエーイ。今日は女3人、お寿司。女子会。女子会です。てんこ盛り頼む？てんこ盛りの大切りサーモン頼む？3個頼む？うん、ママはいい。ママはね、こっちの中トロがいい。で、あとさ、このてんこ盛り頼む？リミ、これ食べる？食べる、これ。てんこ盛り。食べる。ママが食べるって。食べる？うん。うん、あと、ビントロも頼みましょう。これで5つ。あと何があったっけ？進んで。あ、これこれこれ。これも高いけど1個頼むかな。注文。せっかくなので。とりあえず、このてんこ盛り祭、はい、っていうのは、食べれるのはちょっと頼んでみました。はい、あとは好きなのを頼みましょう。はい、やっぱりさっきからシロンと遊んでるの？リミちゃんもお寿司来たら携帯終わりだよ。リミ来たよ。リミ来たよ。リミでっかいサーモン来たよ。取って。ほら来た。お待たせ。どう？でっかい。おお、でっかいじゃん。大きいね。やばいね。リミのだよ。リミちゃん食べる？食べれなかったらママ食べる。すごいよリミ。一応大きくない？なんで一応とか言うの？大きいね。大きい大きい。うん。うん。こっちは三種の魚卵でいいね。魚卵てんこ盛り。美味しそう。ママもそれ今度食べよう。うん。私最近わさびに強くなった。強くなった？そうか。うん。リミちゃんちょっとこの辺に涙がまだ残ってる。なんで？わかんないけど、ほらあくびか、あくびした。ちょっとピッて、こうピッて、こっち逆逆、そうそう。どう味は食べれそう？おいしい。おい、いい食べっぷりです。いただきます。うん、うん、おお、すごいね。一口でいけた。うん、うん、どう、おいしい。いいね、大喜利。やっぱ普通のよりさ、これ100円だよ。だって、うん、安いよね。うん、おいしいね。じゃあちょっとママ水取ってくるね。ありがとう。できます。おいしい？辛い。辛い？わさびつけすぎじゃん。意味はさ、醤油入れすぎなんだよ。見てこの醤油の海みたいな。お、来たよ。お、来ました。ありがとう。マグロ食べるの？え、ビントロ頼んだ？頼んだ。これ頼む、頼む。じゃあすごい、これ見て。ドキドキで遊んでた。500円の来た。これも美味しそう。それで分かった。ほら、おお、来た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 。高級なやつ。あ、すごいでっかい。あれだよね。あれあれあれ。300円のお皿。私久しぶり300円のお皿。ありがとう。あ、すごい。やばいよ。焼きとろサーモンがある。ちょっとわさびの海になってるけど。醤油の無駄遣いはダメだぞ。おいちい。やばいね、今日。やっぱ大盛り。あ、てんこ盛りさ、いいね。やばいよ。しーちゃん食べたら辛いって言う。最近私わさびに慣れてきてね、うん、わさびだいぶ食べれるようになった。本当？食べちゃねえよ。いいって言われてる。じゃあ大トロあれ頼む？頼む。これ、リミ何頼むんだっけ？マグロ。大喜利の？そう。大喜利これだよ。中トロだよ。中トロ。おしーちゃん頼んであげて、それ。ママの。これママの。あ
となんか頼むかな、みんな。あ、コーヒードリンクだ。今デザートがなんか新しくね、ね、美味しそう。ママの好みの感じ。起きた。ジャンボトロサーモン来ました。しょうちゃん。ありがとう。もりもり食べてください。はい。マグロ？すごい、ゆみちゃんの食欲。お腹ペコペコ？すごいね。これ絶対頼みミスでしょ。何皿頼んだの？やば。一気に5皿来ちゃったよ。いいな。食べれんの？ゆっくり食べな。いいよ、ゆっくり食べな。残ったらママ食べてあげるから。やばくない？まだ食べれる？これもリミの中だね。すごい、ゆみちゃん。ゆみちゃん、お、おいしそう。肉うどん来ました。ゆみちゃん、うどん4食連続じゃない？そうだよ。好きね、4食だよ。だって昨日の夜も、今日の朝も、今日の給食も、給食もうどんでした。七夕献立4食です。やばいね。そんなにうどんが好きなの？うん。カレーうどんが、この前さ、この前でカレーうどんも好きだし、この前ね、豚汁うどんがあったの。あ、あったね。あれも美味しかったからね、ここのうどんは好きなの。果たしてここはどうなのか。肉入ってた？うん、どう？美味しい？やばいね、一気に6皿食べた。リミもう入んない。リミもう入んない、お腹パンパン。ねえ、一気にね、もう来たでしょ。あー、リミリミ、沈没リミと撃沈リミ。どう？うどん。もうしょうちゃんもそろそろ お腹いっぱいになってくるんじゃない？え、来た。じゃあママ向こう行くよ。いやいや、どうなんの？みんなでこっち。なんか仲良し家族みたい。本当、なんかちょっと痛い家族。なんかこう、こっち側に3人座るとさ、なんかいるじゃん、あれみたいな。向かい合って座ろうよみたいなやつ。やだ。でもりみちゃん一人で寂しかったね、今日答えなかったからね。いいんだよ。こっち。うん、いいよ。じゃあみんなで座ろう、仲良く。ちょっと。満足？美味しかった？幸せそうな顔ですね。だからね。面白い。口癖があるよね。なんて？うーとか。リミは特徴があるの。すごい特徴がある。うん。でそれに実はちょっとイライラ。そうなの？なめね、それを言ったらまた兄弟姉妹喧嘩になるから。姉妹仲良くだ。リミちゃんの短冊。リミちゃんの短冊の願いを叶えてあげないと。うん。ね、リミの短冊の願いは何ですか？しんちゃんと喧嘩しない。しないんだよね。リミもお姉ちゃんのこと大切にしないといけないんだよね。大切。大切。育てる？え？育てる？育てるの？しほちゃんのこと育てるの？リミが？大丈夫。リミが育てなくても大丈夫だよね、しほちゃん。育てられる私を。
育てるとは違うんじゃない？しーちゃんと喧嘩しないっていうのは別に育てるっていうのは違うんじゃない？面白いことよね、リミはね。ご飯作って、洗濯物して、白黒だけして。ママになってくれるの？しーちゃんのママになってくれるの？うん。うさ、ほんと？ほんと。じゃあママのお仕事やってくれるの？うん。じゃあ今度一日ママやってみる、リミ。うん。じゃあしーちゃんが子供ね。しーちゃんはね、赤ちゃん役。幼稚園生の役、しーちゃんは。ママなんか変な家族みたいなんだけど、今はね、今はね今お寿司屋さんでやってるから変な家族みたいだけどね。今日美味しい？急に目が痛くなった。ママん？目痛い？急に目が痛くなった。嘘、大丈夫？急に？サクサクパンダちゃんのこれ哺乳瓶くわえてるのね。哺乳瓶じゃないよ。あ、間違えた。おしゃぶり。そう、かわいい赤ちゃんパンダ。おちゃんはなんとかメルバ。そう、いちごのもうほとんど食べちゃった。いやこれ好きだよね、こういうのね。あげる。あげる。今あげるって言った？違う、混ぜる。混ぜるって言った、うん。はい、今日は結局リミちゃんは6皿で、しほちゃんは5皿とうどん。はい、いっぱい食べたよね。すごい食べたね。なんで？なぜか最初と場所がチェンジしてる2人でした。バイバーイ。グミ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 ペア。サンジーなおやつだ。